賞を飾りました小林優香選手です。おめでとうございます。ありがとうございます。優香強い。優香ちゃん、再びこのような舞台でこういったインタビューを受ける今の気持ちどうでしょう。そうですね、ちょっとここに来るまで優香ちゃん待っとったかね。優香ちゃん泣いてもええかね。長かったですけど、ここに戻ってくれて、これって良かったです。優香おめでとう。優香ちゃん優香おめでとう。小林優香選手です。優香こっちへ、こっち向いて。優香さん本当にこのすごい価値のある優勝だと思いますけど、ご自身どうですか。そうですね、もう本当にビッグレースは久しぶりで、この雰囲気もこの大勢の記者さんとかも本当に久しぶりな感じだったんですけど、その中で優勝することしか考えてなかったので優勝ができてよかったです。1年前だったら全く想像できないですか、手術をした。そうですね、もうその時は本当にビッグに戻ってこれるのかなっていう思いもありましたし、まあ、本当に悔しいシーズンだったのであまり思い出したくもないってその時は思ってたんですけど、今日優勝できたことで無駄じゃなかったのかなって思います。煮物ばっかり食べたりえのきばっかり食べたり、その体質改善というか。そうですね、まあでも今回の賞金でえのきはちょっと脱出できるかなって思います。宇野監督が見えたんですか。なんかいやみんながいるよいるよって言ってるけどどこにいるか分かんなかったんですけど、でも来るってことは知ってたので彼らの前で勝ててよかったです。なかなか褒めてくれない厳しい方とは聞いてますけど、すごく喜んでいるのは間違いないと思います。そうですね、まあ褒めてくれないのも多分自分の性格上のことであれ褒めないと思うので、その辺もまあ自分も理解していますし、まあ、次に向けてまた頑張っていきたい。本当にいい優勝が見れましたし、これで本当に小林優香の東京五輪のいろんなストーリーっていうんですか、開いてはっきり見えたなと思います。そうですね、もう本当にオリンピックに向けても頑張っていかないといけない時期ですし、ちょっと両立もなかなか難しいものもありますけど、しっかりやって今後のガールズ競輪の選手にオリンピックへの道を引き継ぎたいなと思います。大いに期待します。はい、ありがとうございました。